渋谷岩は、日本の航空技術者。中島飛行機の課長、東北大学の教授、富士重工業の常務などを務めた。戦前は百式銃爆撃機、ドンリューの構造設計、超大型爆撃機、富岳の開発など、戦後は、ジェットエンジン、上 -1 の開発などを手掛けた。旧西都山高校を経て、東京帝国大学に入学した。 特に航空を好きなわけではなかったが、数学が好きで難しいなら、受けようと思い、難関の航空学科に受験したという。教師からは難しいが、渋谷なら入れるだろうと言われたという。1937年3月、東京帝国大学工学部航空学科を卒業。同期は、東條照を、内藤子生、高山昭一などで、花の12年組と呼ばれた。 卒業論文の担任教授は、小野明らで、タイトルは、薄板構造の雑屈論。卒業前には、大学図書館にある世界最先端の論文をほぼ、読んだという。二年先輩の中島飛行機にいた、糸川秀夫から、入る意思があるなら、入社可能と言われたことや、三菱重工や川崎飛行機と違い、中島飛行機なら、東京内市関東に勤務できること、 社長の中島畜兵から連絡を受けたこともあり、同級生の内藤子生と共に連れ立ってその場で入社が決まった。1937年4月、中島飛行機に入社し、大田製作所の設計部で陸軍機の担当となる。一年も経たずに陸軍の百式機銃爆撃機、ドンリュウの胴体設計を担当する。渋谷は薄板を使った大胆な設計を行い、板の岩尾さん、 イワコルの愛称で呼ばれた。また、試作戦闘機機87の基本設計を担当。超大型爆撃機、富岳の主翼設計を担当したが、試作中に中止になった。機115、県の基本計画を作成。1944年末からジェット機、機201、下流の機体設計を担当したが、試作が完成間際で廃線を迎えた。また、 1939年半ば頃から1940年5月まで東京帝国大学の小野明正教授から要請を受けて東京帝国大学で講義を行っていた。教師になる様子よく求められたが陸軍参謀本部の強い反対されてできなかった。1943年に工学博士の学位を授与。終戦後は航空機開発が禁止され、 1945年12月、柴田、真島先生の紹介で、鉄道技術研究所に入る。1947年10月、東北大学で助教授に就任し、研究内容を男性力学から流体力学に変更した。1949年には、教授になった。航空機開発の再開を機に、1952年3月、 中島飛行機の後継の一つである大宮富士工業に復帰し、ジェットエンジンの開発に専念し、戦後初のジェットエンジン、上 -1 の開発をプロジェクトリーダーとして指揮した。1955年4月1日、旧中島飛行機の5社が合併して、富士重工業が設立され、渋谷は同社の航空機部門のリーダーとして自衛隊機や軽飛行機、 ライセンス生産機などの開発、生産を指揮した。ボーイング、三菱重工、川崎重工、富士重工による国際共同開発事業、XB767 のプロジェクトの実現に貢献した。2005年度、財団法人日本航空協会より、Z エンジン並びに練習機 T-1 をはじめと、スル初開発を通じ航空機製造技術の向上に、 貢献されましたとして航空カメレーョを受賞。ありがとうございます。